こんにちは、本返すチャンネルのサムです。今回はハック大学ペソさんが書かれた人生が変わるハック大学式最強の習慣という本を解説します。今回の目次は以下の通りです。 1. ハック大学式習慣化のルール、 2. 習慣化の6つのステップ、 3. 思考習慣という順番で解説していきます。心も体もぐったりしていて人生を楽しめていない、そんな風に感じている方も少なくないのではないでしょうか。本書の著者もかつては同じ悩みを抱えていたといいます。本書は普通の会社員であった著者が人生を変えて年収2000万円の外資系マネージャーと登録者27万人の人気 YouTuber になるまでに続けてきた習慣化を実現するための考え方と厳選した習慣をまとめた一冊になっています。それでは早速紹介していきます。というわけで、1. ハック大学式習慣化のルール。この章では2つのポイント、危機感に隠された驚くべき習慣化のインパクト、習慣化の4つのルールという2つのポイントを解説します。まず1つ目のポイント、危機感に隠された驚くべき習慣化のインパクト。著者が過去の経験を分析していく中で習慣になりやすい状況があることに気づきました。それが危機感がある状況です。つまり新しい習慣を始めるには危機的状況が役に立つということです。著者は快楽を伴う行動を除けばこの危機感なしに習慣を変えることはできないとまで言っています。危機感があれば必ず成功するとは言えませんが、習慣化の成功率は間違いなく上がります。ですので習慣化の前提として、やばい、まずいと本心で思えていることが不可欠なんです。では続いて2つ目のポイント、習慣化の4つのルール。著者は習慣化には4つのルールがあると言います。1つ目は先ほども説明した通り、危機感ドリブンで自分を突き動かすことです。脳は本能的に苦痛を避け今まで通りを望みます。ですので大抵の人は習慣化に失敗するわけです。この脳の本質的な性質を乗り越えるためには危機感が必要です。2つ目は目的を達成するために習慣を使うということです。習慣というのはそれ自体が目的ではなく、あくまでもその上位にある目的を実現するための手段です。習慣自体が目的になってしまうと継続するのは難しいと言えます。習慣は手段であるからこそ、うまくいかなければ違う習慣を試せばいいわけです。あくまで目的を果たすということが大事だということです。3つ目は自分の攻略本を作るということです。万人共通の絶対解というのは存在しません。つまり習慣に関してもどんな習慣が効果的なのか、どんな方法なら習慣化しやすいのかというのは人によって異なります。自分で自分をコントロールするマニュアル、つまり自分の攻略本を少しずつ作っていくイメージで取り組みましょう。最後は自分の癖を 100% 知るということです。先ほどの自分のマニュアルを作る上で欠かせないのが自分を知るということです。どんな餌ならモチベーションが上がるのか、どんな制約があるとテンションが下がるのか、モチベーションが落ちた時どうすれば復活しやすいのか、こうした癖を把握していけば習慣化の成功率が上がっていきます。これに関しては経験を積むしかありません。危機感ドリブンで習慣を変える経験を積む中で見つけていきましょう。では続いて2、習慣化の6つのステップ。この章では2つのポイント、今と未来を比べて危機感を見つける、どんどん失敗して自分の攻略本を作るという2つのポイントを解説していきます。まず1つ目のポイント、今と未来を比べて危機感を見つける。著者の示す習慣化の6つのステップというのは、1、危機感を見つける、2、目的、目標、行動を設定する、3、タスクのハードルを下げる、4、やる気になるメリットを用意する、5、長続きする仕組みを作る、6、失敗から自分の攻略本を作るという6ステップです。この項目では1つ目の危機感を見つけるに関して紹介していきます。第1章でも説明した通り、自分を追い込まざるを得ない状況に身を置くことで危機感を持つということが習慣化の最初のステップです。危機感を持つには自責思考で現状を言語化することです。自責思考とは全ての責任は自分にあると考えて思考行動することです。反対の言葉として他責思考がありますが、この2つの違いは簡単に言うと、自責思考イコール自分でどうにかしなきゃ、他責思考イコール誰か助けてということです。自責思考で自分でどうにかしなきゃと思えば危機感を持つことにつながります。危機感を感じるための方法として本書では、1、理想の自分と最悪の自分を言語化する、2、どんな不利益があるのか具体的に洗い出す、3、一番ありたくない自分の姿から危機感を想像するという3つのステップが紹介されています。ぜひ試してみてください。では続いて2つ目のポイント、どんどん失敗して自分の攻略本を作る。おそらく実際に習慣化を試してみてもうまくいかないことが多々出てくるでしょう。しかし著者は、失敗した時私は実はニヤニヤしてしまいますと言います。これは一体なぜなのでしょうか。その理由は、失敗した時じゃあどうするかと考えることで習慣化のレベルをさらに上げることができるからです。失敗からレベルを上げることにつなげるには振り返りをすることです。
振り返りといっても難しいことをする必要はありません。なぜ失敗したのかと少し考えるだけです。移動時間でもお風呂でもちょっとした空き時間にできる程度で構いません。ただし失敗の原因は感情ではなく行動で解明することがポイントです。自制心が弱かったという振り返りは NG だということです。例えばダイエットのためのジョギングが続かなかったというのを振り返った時、そもそも自分は運動が苦手だったというのであれば、今後は運動ではなく食事にフォーカスしようとなるでしょうし、ジョギングをする時間が取れなかったというなら短時間でできる運動に切り替えるといった選択肢が出てきます。また失敗を振り返る中で、どんな行動ならモチベーションが上がるのか、あるいは下がるのか、どんな行動なら許容できるのか、あるいはできないのか、どんな行動が得意なのか、あるいは苦手なのか、どんな行動なら現実的か、あるいは非現実的か、こういったことが見えてくるでしょう。その答えは一人一人異なります。これらの特徴を把握し、メモを積み上げていくことで自分の攻略本が完成していきます。では続いて3、思考習慣。この章では3つのポイント、あれもこれも気になるときには現在未来基準で全てを考える、プロに任せて自分の時間を取り戻す、究極の思考習慣という3つのポイントを解説します。まず1つ目のポイント、あれもこれも気になるときには現在未来基準で全てを考える。過去に投資したお金、時間、労力のうち回収の見込めないものは意思決定を下すときに考慮に入れてはいけないというのは経営の鉄則です。いわゆるサンクコスト、埋没費用の話です。回収の見込みがないものは損失として考える。これだけ聞くと当たり前のように思えますが、人間はこれまでかけたお金がもったいない、これから挽回できるはずなどと考えてしまいがちで、損失を損失と認められません。その結果意思決定を大きく誤ってしまうことがあるということです。これは経営だけでなく個人の判断でも同じです。自分のいる業界がオワコンだと分かっているのに転職できない、何度も失敗しているのに志望大学や資格試験が諦められない、理想が高すぎて根拠を逃したのに理想を下げることができないといったようなことが典型例です。これらはいずれも意思決定において感情が大きな比重を占めてしまっているということです。ではうまく損切りするにはどうすればいいのかというと、過去と現在と未来を分けて考えることです。そして選択の際には現在と未来を重視します。例えばオワコンだと分かっている会社に勤め続けてしまったという過去は一旦置いておき、じゃあ現在と未来の視点でどうするかを考えることで、例えば今から転職活動をするといったような前向きな選択がしやすくなります。過去にとらわれず現在と未来を優先して考えることで打開できる場面があるということです。では続いて2つ目のポイント、プロに任せて自分の時間を取り戻す。時間が足りないときどうするかで人生は大きく変わってきます。著者は人には4つのタイプがいると述べます。1、諦め型。時間が足りなければ収まらないものは諦めるというタイプ。2、自己犠牲型。睡眠や趣味など自分のための時間を削って無理やり時間を作るタイプ。3、効率化型。より少ない時間でタスクをこなせる工夫を考えるタイプ。4、時間買い足し型。他の人の時間を買うタイプという4つです。この4つを組み合わせている人がほとんどですが、時間が足りないと嘆く人ほど諦め型や自己犠牲型で生活をしている人が多いんです。時間を使うのが上手な人は効率化型と時間買い足し型で生活をします。特に時間買い足し型はお金を使えばできることで、代表例としては乾燥機付きの洗濯機を使うことなどがあります。1日あたりに浮く時間は5分10分程度でも積み重なれば大きな時間になります。では続いて3つ目のポイント、究極の思考習慣。著者が座右の銘に近いとまで述べる究極の思考法が、世の中の悩みのほとんどはいいからやれか、いいから寝ろで解決するというものです。乱暴に感じる人もいるかもしれませんが、この2つのメッセージこそが著者が最も伝えたかった2大メッセージなのだと言います。いいからやれというのは行動ファーストということです。最初の一歩を踏み出す勇気がないと人生は停滞してしまいます。そんな人にこそ心に留めておいてもらいたいメッセージです。いいから寝ろというのはどうにもならないことを悩まないということです。過去の失敗を悔いたり、悩みが頭の中で堂々巡りになりがちで大きなストレスを抱えている人に心に留めてもらいたいメッセージです。本人にとっては重大な悩みでも、実はこのいいからやれ、いいから寝ろというシンプルな言葉で解決するものは多々あるものでしょう。ではこのあたりで最後に内容をまとめます。1、ハック大学式習慣化のルール。危機感に隠された驚くべき習慣化のインパクト。習慣化の4つのルール。2、習慣化の6つのステップ。今と未来を比べて危機感を見つける。どんどん失敗して自分の攻略本を作る。3、思考習慣。あれもこれも気になるときは現在未来基準で全てを考える。プロに任せて自分の時間を取り戻す。究極の思考習慣というポイントを解説しました。今回紹介した本、人生が変わるハック大学式最強の習慣についてまだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですのでぜひ読んでみてください。
いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。自分に役立つ本を探したい、そんなあなたにぴったりのサービスがあります。え？人気動画配信者が分かりやすくビジネス書を解説、短い時間で理解度アップ、ビジネス図書館東京。